皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今年も恒例のクリスマスソングのバンドアレンジということで、バンドアレンジで演奏させていただきまして、この動画の中ではギターのパートの解説をさせていただこうかなと思います。とりあえず、すごい息が白いぐらい家の中が寒いんですけれども、そんな感じで解説をしてみます。今回のバンドアレンジの、サンタが街にやってくるは、ギターは3つのパートに分かれております。カッティングパートその1、カッティングパートその2と、ギターソロの3つという感じですね。とりあえず順番にいってみましょうか。まず一番簡単であろう、パート1のほうですね、をやってみましょう。オクターブから始まるやつです。こんな感じのやつ。1弦の12フレットを小指で押さえて、3弦の9フレットを人差し指で押さえて、オクターブで弾いていきます。で、全部の弦を弾いても、この1弦と3弦しか鳴らないように気をつけて、こうカッティングをしていくわけですね。で、楽譜には、リズムが、タッツッタッツ、あ、落ちた。こんな感じで楽譜には書いてあると思うんですけれども、これ厳密にがっちり守らなくてもいいです。今回の曲全体にわたって言えることなんですけれども、結構リズムとかはご自身で、なんか好きなようにアレンジしたりとか、あと思いつくがままに弾いたりとかして楽しんでいただければと思います。とりあえず、楽譜通りに弾くと、こんな感じのリズムでございます。イントロの5小節目かな。とりあえず、守りたいこととしてはですね、1つ、ストロークなんですよ、ストローク。よいしょっと、ストローク。右手を一切止めずに、こう振りっぱなしにするということです。で、右手を振りっぱなしにして、弦をピックを弦に当てるか当てないかでリズムをコントロールすると。常に振りっぱなしにして、ピックを弦に当てるか当てないかでリズムをコントロールすると。極端に悪くやってみると、こんな感じ。どこかでその右手が止まってしまうと、その時点でそのリズムが狂ってしまったりとか、歯切れが悪くなってしまったりと、すごい不都合がたくさんありますので、常に右手は一定に振りっぱなしで弾いてみてください。で、その実音の部分とブラッシングの部分がいろいろごちゃ混ぜになってしまっても構わないので、その辺は皆さんの思いつくがままに弾いていただければという感じでしょうか。楽譜通りに。と弾いてもいいですし、みたいな感じで弾いてもいいですし、その辺はご自由にやってみてくださいませ。で、ちょっと飛ばしちゃいましたけども、一番最初はあれですね、4つ打つ。こう弾くだけです。で、このリズムパターンを基本として、だーっと、A セクションかな、を弾いていただくと。で、途中から、ちょっと上に音程がずれます。こんな感じのフレーズです。でも、この16フレットのときもさっきと同じような感じで、リズムはもう自由に作っちゃって大丈夫です。で、パッ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 パ、こんな感じになります。で、またオクターブに戻ると。オクターブというか、12フレットのオクターブに戻る。で、2回目は。こんな感じ。11フレットに行かないということですね。小指が12フレットのままでパーンと弾いていくと。で、B セクションに行くと、オクターブじゃなくて和音になります。5度の和音かな。こんな音。これも楽譜通りに弾けば、こんな感じのリズムですけれども、もうご自身で自由に弾いていただいて大丈夫です。
ところで、弾いていくって感じですね。終始このオクターブで弾いていく感じなので、このオクターブができればすぐにできるかと思います。あとはそのバウンスの跳ねたリズムをちゃんと演出できるように心がけてください。ギターソロのところに行くと、またこの上の音程に行って、こんな感じのフレーズになりますけれども、A セクションが弾ければ、全然これは普通に問題なく弾けるかと思います。で、そんな感じで最後までずっとオクターブつく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 やって、ギターパート1は完成という感じです。次のパートに行ってみましょう。次、パート2、リフを弾いたり、コードカッティングをしたりするパートでございます。最初は、6弦開放からリフを弾く。こんな感じ。こんなんです。さっきのパートと同じように、右手の振りは常に一定にすることと、あと、リズムは皆さんでご自身で自由に作っていて大丈夫ですというのはもう本当に共通です。まあ、最初のこの、このリフはこれ通り弾いたほうがいいかなと思うんですけれども、その後の、コードですね。ここから好きなリズムで、楽譜ではこう書いてありますけれども、みたいな感じでこの裏拍多めにしてもいいですし、こんな感じで音を抜く感じにしてもいいですし、まあ、皆さんもご自由に弾いていただければという感じでしょうか。で、また B セクションに行くと、またコードカッティングがスタートします。こんな感じですね。まあ、ちょっとこの運指とかは、ちょっとこの動画を巻き戻したりとかして、ちょっとこの手元で確認をしていただきたいんですけれども、まあ、こんな運指で僕はやっております。でも何度も言うですが、リズム、そして運指に関しても皆さんにお任せをします。です。で、ギターソロに入ると、またコードが変わって、こんなフレーズになります。さっきのパート1と違って、パート2のほうはそのコードチェンジが結構激しいというか、すごいたくさんあるので、ミュートをしっかりできるように気をつけるといいですね。常にこの5、6弦がこうなりっぱなしになっちゃったりすると、すごいなんかこう、ごちゃごちゃする感じになっちゃうので。こんなんじゃなくて、ちゃんと歯切れの良いカッティングを目指しましょう。で、その後もずっとこう繰り返していて、特にその難しいフォームとかは出てこないと思うので、まあ、A セクション、B セクションが弾ければ、もう普通にコピーできるかなと思います。一番最後のアウトロで、まあ、こんなコードワークをしますが、まあ、これもそんな難しくないかなと思います。で、問題のパート3、ギターソロ部分ですね。これはちょっと難しいかなと思います。順番に最初からゆっくりやってみますと、まず最初、小指と薬指で2弦と3弦を押さえて、薬指だけチョーキングする感じで、3度の音程を作ります。で、その後に、ピックと中指で、2弦と3弦をピッキングしていきます。こんな感じ。弾いて、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 下ろして、プリングって感じですね。で、その後にこの薬指で2弦と3弦の11フレットに行くんですけれども、その時もピックを使わずに中指と薬指で弾くといいかなと思います。
で、予言をピックで弾いて、で、こっちの1、2弦、3弦をまた中指、薬指で弾くと。で、軽くチョーキング。で、単音を弾いて。で、なんだっけ。うん、この辺は普通にピックですね。で、この後のスライドのフレーズは、また中指を使います。1弦は中指担当、3弦はピック担当みたいな感じで。こんな感じ。で、1回バシーンと。弾いて完成です。で、その後に、また中指を使います。1弦が中指担当で、2弦がピック担当って感じですね。で、こっちの左手は小指、薬指を使って。というフレーズを弾いていきます。で、続けると。こんな感じ。で、ハンマリングをうまく使って3連符を弾きます。で、その次は19フレットをチョーキングして、1弦の16から1フレットずつ。で、15フレットからスライド。で、中指行って、人差し指行って。こんなフレーズを完成させます。ちょっとこの辺でこじんまりする感じでやりづらいかもしれないんですけども、慣れればそんな難しくないと思います。こんな感じ。で、最後にスライドを使うフレーズで締めます。こんな感じです。僕は人差し指と中指だけで。やってますが、薬指とか入れた方が入れやすい場合は、それでも全然大丈夫だと思います。で、慣れないと、このスライドするポジションがどこになるのか、音源するポジションがどこになるのか、すごい混乱してしまうと思うんですけども、まあ、その辺は繰り返しで、何回も繰り返して乗り越えていただければという感じでしょうか。多分そんなに、なんていうんですか、多分慣れればそんなに難しくないと思います。慣れるまでが、うわ、なんだっけ、どこだっけってなると思うんですけれども、まあ、フレーズを覚えてしまえばそんな難しくないかなって感じですね。ちょっとこの右手の中指、薬指を使う指のピッキングに慣れてない方は、少し苦労するかもしれませんが、まあ、ちょっと難しいなと感じても、これはもう一つの練習だと捉えて、取り組んでいただければ嬉しいなという感じでしょうか。ゆっくり弾くと。こんな感じです。まあ、ぜひ興味があればチャレンジをしてみてくださいませ。とりあえずそんな感じでしょうか。何度も言うようですけれども、リズムとかはその、ね、楽譜とかにとらわれずに、本当に自由に弾いていただいて大丈夫なので、なんか楽しくワクワクする感じで、ウキウキな感じで弾いていただければという感じでございます。ちょっとまあざっくばらんな説明になってしまいましたけれども、あとは音源を聞き込んだりとか、自分なりのリズムを作ったりとかして楽しんでいただければという感じです。正直僕の音源での演奏をすべて楽譜に起こそうと思うと、結構バラバラなことをやっているので、すごい大変なんですよ。なので、まあ、楽譜の方は結構ざっくばらに書いてしまってますが、まあ、自分で、自由に弾いてほしいという意味があって、まあ、そんなざっくばらな楽譜になっている感じでございます。別に面倒くさいからとか、そういうわけではないので、ご了承くださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。頑張ってコピーをしてみてくださいませ。さよなら。あはははははは。本当に勢いがすごい。